はい、ということでですね、これがタオ2って言って、まああのプログラムカードなんですけど、Bluetooth でまあ接続するできるものですね。このねアンプの下についてるのがブレインユニットって言って、これをつけることで Bluetooth の通信ができると。まあ普通はね、あのアンプとプログラムカードをこう線でつないでやるんですけど、そういったとこ便利ですね。で、操作性がね iPod みたい、こうねくるくる回したりとか、ここがタッチセンサーで、ここが決定ボタンっていう感じになってますね。で、まあセッティング項目は最近のね新しいアンプとまあ似たようなもんというかね、ドライブ周波数だったり、まあブレーキだったり、まあターボにブーストに、周波数だったりね、いろいろまあセッティングは変えられるといった感じです。で、今ですね、とりあえずちょっとハイブリッド用のねデータ作ってみましたんで、Bluetooth でリンクしてみようと思います。データリンク、これで Bluetooth を選ぶと OK。 コンプリート。これで簡単ですねこれでいいんだ、すげー楽じゃんっていう感じのタオ2でございます。まあ、見た目はね非常に iPod に似ているんですけども、裏がゴールドでね、ちょっとかっちょいいです。でもこれアルミっぽいんですけど、樹脂なんじゃねえかな、これ樹脂ですね。で SD カードが、マイクロ SD カードが入るようになってますね。で USB で充電できると。さあ電源入れるとこんな感じでオープニングムービーが流れるんですね。ラオ、そしてもうね名前入れてあるんでミカスって今出てるんですけども。でですね、データロガー、走行中のねモーターの回転だったりとか、まあアンプの状態っていうのを、見ることができるんですね、 Bluetooth で。例えばね、これ今 0.5 ってなってるんですけど、どのぐらいの間隔でデータを取得しますかっていうのも選べるんですよね。すげえな、ラジコンやるときにモバイルバッテリー持ってくようかもしれないですね。これで、測ってるってことですかね。ちょっと動かしてみましょうか。ポーション。お、いきなりバッテリーが 7.6V 以下になってしまった。このようにね、バイブレーションして教えてくれるわけですね。すげえな。はい、タキオンのね、エアリア、乗せ終わりまして、で、最終的な重量バランスなんですけども、こちらでございます。素晴らしいですね。素晴らしい。左右のバランスはビタリ 45%、55% なんで、まあ半々、若干リア重っていう感じでまとまりました。ちなみに教習車のドリパケの方なんですけども、今ねちょっと後ろにディフューザーカットして小さくしたディフューザーがついてます。それ以外はね、そのまんま教習車何も変わってないんですけども、ドリッパ系の重量バランスこんな感じです。ででーん、まあいいですね、まあいいですね。44の56、まあハイブリッド、まあビアンカもね同じような重量バランス、若干リア重っていう感じですね。左右のバランス、まあ、ちょっと右側がやっぱりねバッテリーがね、ショートリポなのせいかちょっと右側が重いかなっていう感じです。右側が重いとね、ハントルクが右側にかかるので、アクセル入れた時より右側が重くなるっていうことなんですかね。っていう感じでございました。
さあ、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、こっちの方登録お願いします。じゃあね。